南方熊楠、和歌山県が生んだ学問の巨星です。植物学、民族学における近代日本の先駆者、ネイチャー誌に50編以上の論文を発表するなど国際的に活躍。生涯にわたり森羅万象を探求し続け、フィールドワークと古今東西の文献少量を駆使して新たな学問の地平を切り開きました。紀南には熊楠の業績と遺徳を伝える2つの施設があります。白浜町番所山の南方熊楠記念館。多様な生物が生息するフィールドミュージアムと呼ばれる岬に立っています。ここは熊楠のように森と海辺で自然観察に没頭できる環境です。エントランスではフィールドミュージアム番所山を映像で紹介しています。2階の展示室では5つのテーマで熊楠に関する常設展示を実施しています。南方熊楠の幼少期から青年期、南方熊楠の海外での活躍、生物学者南方熊楠、民族学者南方熊楠、研究生活と熊楠の晩年。展示品はおよそ800点、英文での解説も併記しています。展示室前の小ホールには熊楠が自分で書いた世界一長い履歴書を展示。こちらは屋上展望デッキ。熊楠が愛した紀南の海と山を360度一望できます。南方熊楠は人生の後半を田辺の町で過ごしました。田辺市中屋敷町の南方熊楠邸、研究施設も兼ねた熊楠の自宅は登録有形文化財として田辺市に今も残されています。元は田辺藩士の広い屋敷で、母屋、書斎、土蔵のほか菓子屋などもありました。庭をにぎわせたのはクスノキ、柿、みかんの木をはじめ多種多様の植物です。熊楠はこの柿の木から新種の変形菌を発見したといいます。南方熊楠顕彰館、南方熊楠邸に併設された蔵書資料の保存と熊楠研究推進の施設です。玄関ホールでは展示パネルやタッチパネルなどで熊楠の生涯や業績、田辺や熊野との関わりを紹介しています。学習室では講座、講演会、特別企画展などを開催。収蔵庫には熊楠が残したおよそ2万5千点に及ぶ所蔵資料が保管されています。こちらは生きて動く変形菌の変形体を観察できる顕微鏡。2階の交流閲覧コーナーでは所蔵資料検索や変形菌標本の観察、熊楠関連図書などを閲覧できます。21世紀に改めて様々な分野から注目される博物学者南方熊楠、その足跡を守り伝え学ぶ場所が
紀南にあります。